皆さんこんにちは、ワンダリグリビジです。では今回はギレンデワークシルの脅威 V リターンズジャミトフ編続きをプレイしていきたいと思います。宇宙での反連邦組織、これの鎮圧を行っていたところですね、ジャブロに対してユーゴが攻撃を仕掛けてきましたので、これの鎮圧を今回は行っていきたいと思います。で今ですね、ジャブローにもともといる部隊の数、ティターンズが24、エウオが19というところなんですけども、実際のところですね、エウオはカミーユやクワトロ、そういうね、強いユニットがたくさんいる部隊になっていると思いますので、この後宇宙からですね、ジャブローにティターンズの部隊もね、降下させようかなと思ってます。このあたりはまさに原作のゼーターガンダムに近い形ですよね。ジャブロの降下作戦の際、実際ティターンズも部隊降下させてきてますからね。その中でカクリコンが死んだりとかね、いろいろあったとは思うんですけども、今回は、まずは、既存の部隊で防衛をしつつですね、しっかりと宇宙からジャブロに部隊も降下させていきたいかなというふうに思います。アッシマーとか、ここでも本当に使い勝手良さそうですね。やっぱりモビルアーマーというのがあって、モビルアーマー形態になると移動がすごく楽になります。こういうところでできるだけ移動を稼いでおきたいですよね。さあ、ここにはクワトロの百式がいます。この百式やね、アポリー、ロベルト、さらにはカミーユ。この辺りをどうやって、撃退、撃破していくかっていうのがすごく大きな、この戦いのポイントになってくると思いますので、まずはしっかりですね、カビー、クワトロ、この辺りに集中攻撃を仕掛けていきたいと思います。ここにはどうだろうな、ヤザンをぶつけますか。ヤザンとガルバル、これをぶつけていきます。で、ジャミトフもしっかりと入ってますので、ジャミトフの指揮力も、活かしていく展開を作っていければいいかな、というふうに思っています。では、ヤザン VS、シャーコとクワトロ。戦闘の恐ろしさを教えてやるよ。急いで部隊戻したというのもあって、どうだろう。ヤザンが、ユニット数ちょっと減らされてるというのもあり、全くクワトロにダメージを取れないですね。これがクワトロの強さか。クワトロに関してはある程度エネルギー切れを誘ってもいいかもしれませんね。ここにいるのはガンダムマーク2カーミーユじゃないかな。やはりな。まだ子供の間合いだな。強い。慣れしているようだが、精神的プレッシャーはない。ただ強いだけだ。さあ、ただ強いだけと言われたヤザン、残れるか。ちょっと厳しそうだな。さすがだな。カミユの前にヤザンのガルバルがあっけなくやられてしまいましたね。ヤザンが前半からちょいちょい落とされているので、いまいち成長が遅いかなっていう感じがしますね。ここにはアポリー、ここにはロベルト。この百式、ロベルト、アポリー、この3スタック落とすのが苦労しそうですね。それにカミーユですね。エーマさんは確かこの時被弾してしまって、ジャブロには効果できなかったかなと思うんで、エーマさんはいないと思うんですけども、今ご覧いただいたクワトロ、アポリ、ロベルト、それにカミユですね。いいんですか？行きますよ。さあ、アッシュマー、これカミユのマックスに挑みます。できれば格闘戦でカミユを落としたいですね。落としきれなかったか。あと1ミリでしたね。この1ミリ残しがね、あとあと
悪いことにならなければいいなぁと思うんですけどね。では百式、それにね、リックディアスに攻撃で見ます。やっぱり百式、これ早めに落としたいですけど、百式のクワトロには格闘を当てるのすら難しいですね。百式も1ミリ残しか、もったいないな。アデルのカミーユはここで落としましょう、アデルでマックスのカミーユを落としましょう。はい、アッシュマンにもダメージ出ましたが、無事カミーユマックス撃沈してます。敗北という事実を認識してください。ではですね、アルビオン2隻、バスクとあとハイファンですね、これにガンダムマック2に乗ったジェリドなんかを、ジャブローに降下させていきたいと思います。これでね、なんとか不利な状況を挽回していきたいと思います。さあではですね、ジェリドもマック2に乗って降下してきましたので、これでこの不利な状況を一気に挽回しにかかりたいと思います。まだクワトロも残ってますしね、この辺りを撃破して回って、なんとかこの不利な状況を打開、戦局を五分に戻したいなと思っています。クワトロの百式、ここで落としましょう。まさか大丈夫ですね。なんとか撃墜しましたね。クワトロ撃墜です。損害はだいぶ出てしまいましたが、御の字でしょう。当たりどころが悪いと、これでマーク2のカミーユと百式のクワトロ撃墜しましたので、敵の戦力だいぶ落ちるんじゃないかなと思います。あとアポリーとロベルト、これも撃墜しておきたいと思います。ジェリードのマーク2リターンズカラーですね。ここはキャラクターの持っていないリクリアスを仕留めておきたいところですよね。後ろにいるのはジム2かな、大丈夫そうですね。ジェリドもこの後しっかり育てていきたいですよね。ヤザンがここまでのところちょいちょい落とされて、思ったより経験値が溜まっていないっていう状況もあるので、それを補完する意味でも、ジェリドには頑張ってもらいたいと思っています。これが実戦ってやつか、早く慣れなきゃな。で、肝心のシロッコはですね、今宇宙で戦ってもらってます。シロッコはもともと能力高いので、育てる育てないっていうよりかは、どの戦場に投入するかっていうかね、ポイントになってくると思いますので、宇宙での主要拠点の防衛あるいは奪還、占領、このあたりに今活躍してもらってます。再びジェリドです。ここは虫の息のネモを撃墜しておきましょう。まだアポリーとロベルト健在ですけども、エネルギー切れを起こしつつある状態なので、これはですね、ライラさんで追撃して撃破しておこうと思います。いいんですか。さあ、そのライラさんです。本気の戦いってやつをさ、アポリー、ロベルト、このリックリアス隊ですね。まともな反撃もできないままリックリアスはエネルギー切れで打ち倒していけそうです。なんだ、脱出する。ここは隠れ込んでいます。地獄へ落ちろ。ここもアポリーを撃破しておきましょう。前衛はパワードジムですね。1ターン目こそ、ジャブローの攻防、クワドロやカミーユの前に大苦戦という状況でしたが、2ターン目になって宇宙から部隊を降下させたら形勢逆転できましたね。
これで最後に残ったリックリアスですね。なんとか格闘で撃死です。2ターンで撃退できましたね。敗北という事実を認識してください。ドキッとした1ターン目でしたが、2ターンでなんとかジャブロンの防衛完了してます。ジャブロンに対して攻略作戦を実施したことで北米の英雄語の戦力が低下しているようです。北米攻略作戦を提案します、はい、ジャブロンの防衛に成功して、この後は北米の攻略作戦が実行できるようですね。ニューヨークとカリフォルニア、こちらの攻略作戦を行っていきたいと思いますが、その様子は次回お届けをさせていただきたいと思います。今回は少し短いですが、ここまでにさせていただきます。